ついに決まりました、安竹さん。何がですか。3月16日、バンコクで。バンコクで。はい、こんにちは。こんにちは、佐野です。安竹です。ついに決まりました、安竹さん。何がですか。オフ会でございます。オフ会、日にちまで決定しました。はい、3月16日、バンコクで。バンコクでしたいなと思います。おお、そのうち来るよ。ミヤちゃん来るよ。おまけで畑。おまけ。僕たち的には4人来るんですけど、はい、まあ、10人ぐらい、ね、集まってくれただけでも嬉しいですよ。嬉しいですね。これ1人とかだったらどうするんですか。開催しましょう。開催しましょう。4対1。もう4対1でもう、はい、あのバンコクなので、もう日本と違ってそんな集まらないかもしれないなとは思いつつも、大方日程は言ってますんでね。3月16日土曜でございます。はい、なのでもし金土日月とかで行けちゃうよという、そうですね、方はね、日本からでもそういうことですよ。行けちゃう、そういうことですよ。タイ、はい、遊びながらも僕たちと会ってね、その後夜な夜などこか消えててもらってもいいのでね。僕たちはまあ大体ね6時か7時ぐらいからやりますんで、皆さんもご都合がいいタイミングでどんどんフェードアウトしてもらっても構いませんので。バンコクのどこら辺でやるんでしょうかね。多分プロンポンかトンロ、この駅の周辺ってことですね。はい、ちょっとあの人数をですね、ごめんなさい勝手なんですけれども、大体そう、参加人数を知らないとちょっと箱を抑えられませんので、ではラインアット入ってられてない方はちょっとぜひラインアット入ってもらってですね、そちらからあの申し込みフォームをお送りさせてもらいます。そうですね。でこの動画を見るのがちょっと遅れたぜという方、あの大丈夫ですよ、ノートを見てください。ラインアット入ったらノートですね。ノートフォームか、いつでも申し込みフォームを出すことができますので、はい、で人数が分かり次第箱の詳細を決めてお送りします。うん、ガンガン来てください。何かいいことありますか、これ来たら。最高じゃないですか。最高だと。とりあえず最高じゃないですか。最高だと。会えるだけでも嬉しいじゃないですか、僕らが。まずそうですね、まずごめんなさい、僕らが最高に嬉しいんで、ぜひぜひ来てほしいなと思います。姉ちゃんと一緒にプール入りたいとか。無理です。居酒屋なんでね。はい、そうなんでね、はい、2月にねちょっとやろうと皆さんお伝えしてたんですけど、タイミング合わなくて、佐野っちとも合わなくて、1ヶ月遅れの3月になってしまったんですけど、日本にいる方もバンコク来ちゃってください。パタヤとか近く住まれてる方はぜひこれを機にバンコクに来てください。一人からも開催するんで、すごい。もしあなたが1票申し込み得た瞬間開催でございます。我々とぜひオフ会で遊んでください。はい、もう本当に何もないです、深い意味はないです。ないです。なのでぜひ来てくれて楽しく遊びましょう。はい、以上になります。はい、お待ちしてます。お待ちしてます。さよなら。ご視聴ありがとうございました。この動画良かったと思ったら、いいねとですねコメントの方よろしくお願いいたします。また、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私佐久間はですね、 Facebook、Instagram、LINE アットの方をやっております。詳細は説明欄の方に、ございますので、ぜひとも、全部登録お願いいたします。